はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりにゲットレディウィズミーをやっていこうと思います。今日はですね、前にちょっと話したかもしれないんですけど、 G アイドルのライブに行きます。そう、トムボーイの MV を見てからめちゃくちゃ可愛いなと思って、で、日本に来るっていうことが分かってから絶対行くって決めてて、で、応募して見事当選したのでライブに行ってきます。なのでライブ前のゲットレディウィズミーを撮っていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあ早速メイクからやっていきたいと思います。前髪作ってからメイクが大変アートメイクやってるんですけど、眉毛アートメイクもだいぶ馴染んできた気がする。私はね、一番明るい色でやってもらったんですけど、ハイトーンだから最初やっぱりちょっと暗めだからちょっとね、濃いかなっていう風に心配だったんですけど、今1週間ちょっとぐらい経ってだいぶ馴染んできました。いい感じかも。アートメイクするとめちゃめちゃ楽ですね。やっぱり眉毛ってめっちゃ時間かかるじゃないですか。短縮できるのはありがたい。私はね、ちょっと短めにしてもらったかな。すっぴんの目の状態での黄金比っていうのがあるらしくて、なんかやっぱメイクをしてるとアイラインとかはね、私結構がっつり引くから目の幅が出るように錯覚で見えて、それに合わせるとすっぴんになった時にちょっと浮いちゃうかもしれないですっていう風におっしゃってたので、あ、じゃあと思ってちょっと短めにしてもらいました。で、私はちょっと細めにしてもらってます。やっぱなんか気分で変えたくなった時とかに、太くやっちゃってると細くすることはできないけど、細くしとけば太くすることはできるかなと思ったので、アートメイクってまあ1回ですごい長持ちするっていうわけではないと思うんですけど、何回かもしね、やっていくってなると1から3年ぐらいは持つって言われてるから、なんかその1から3年の間でメイクが変わったりとか、気分が変わったり、トレンドが変わったりとかした時にちょっと自由が効く眉毛の方がいいなと思って細めにしてもらってます。でも私いつもハイトーンだから眉マスカラで眉毛の色も揃えたりとかしてたんですけど、意外とちょっと濃いめの眉毛っていうのもしのたんいいよっていう風にみんなが言ってくれたので、だから、あ、意外とハイトーンでも濃い眉毛でもいいのかもなと思いましたね。まあ、でも多分それも顔によると思うんですよね。私もメイクしたらそんなに浮かないんですけど、すっぴんだとやっぱり顔薄いと思うから、私これいつも友達とかにも、私顔薄いからって言うと、いや、シューナー薄くないよ、濃いよって言われるんですけど、自分では薄いと思ってて、目とかもなんか薄くないですか。これって濃いうちに入るのかな、どうだろう、ちょっとみんな教えてください肌は暗いんだけど顔は絶対濃くないんですよ、私ちょっと分かんないんだけど。そうだから顔が薄いとやっぱり濃い眉毛とかってハイトーンとかだと特に浮いちゃう気がするんですけど、結構顔がしっかりしてる人とか、だから例えば外国人の方とかはハイトーンでも眉毛暗いままっていう方多いと思うんですけど、そういう方とかはすごいかっこいいなって私的には思ってて、ちょっとメイクを濃くしてあげたりとかすると割とハイトーンでも暗い眉毛が馴染みやすいのかなと思ったり、なんか私今日涙袋すごい違うんです。昨日、そうだ。そうそうそう。昨日ですね。昨日からですね、新宿ルミネースト、ルミネースト新宿かな。いつもどっちかわかんないんですけど、ルミネースト新宿3階でアベンマのポップアップをやっております。私のプロデュースしているブランドがあるんですけれども、それのポップアップストアをやってて、9月15日から9月の22日までやってます。これあげれるのいつになるかわかんないんですけど、もう終わっちゃってるかもしれないけど、昨日が初日だったんですよ。今回そのルミネでポップアップをするのが2回目なんです。去年も10月に3日間ポップアップストアをやらせていただいて、ルミネで同じ場所なんですけど、動画にも、ね、出したと思うんですけど、あれから約まあ1年ぐらい経って、今年もアップをやらせてもらえるということで、しかも今回はね、なんと8日間もあるんです。で、しかも3連休があるんですよ。今回金土日じゃなくて土日月で、そうだからすごい楽しみなんですよね。たくさん来てくれたらいいなと思って、8日間あるんで、なんかみんなの都合とかももしかしたら合わせやすいかなと思って、前回その平日だったから来れなかったっていう方もいたので、そうで、何の話だっけ、あ、そうそうそう、涙袋だ。ちょっと今日は黒シャドウでロックな感じでいきたいと思います
そう、そのね、ポップアップで来てくれた方が差し入れだったりとか、お手紙とかをね、くださったんです。ありがとうございます、本当にいつも。でも本当にもう来てくれるだけでも嬉しいので、本当にもうお気を使わずっていう感じなんですけれども、昨日私店頭に立っていたので、お店が終わって、家帰ってきて、みんなからのね、差し入れとかお手紙とか見てたらもう、涙が出てきちゃって、もう本当に私涙もろいから、すぐ泣いちゃうんですけど、なんかもうなんだろう、みんなのその、思いというか、みんながこう私を知ってくれた経緯だったりとか、なんで私を好きでいてくれてるのかとか、お手紙をわざわざ書いて伝えてくれる方がいて、それを読んでたらもうみんなが本当にもうあったかすぎて、いい人すぎて、もう涙が出てきちゃって出てきちゃって、だからちょっと腫れてるかも涙袋がっていう話をしたかった。だいぶ長引いたな、話がだいぶ遠回りしましたが、でもなんか本当に不思議ですよね。偶然ね、私を何かしらで見つけてくれて、そっから好きになってくれて、私が作ったブランドのポップアップに来てくれるとか、なんかもう奇跡じゃないですか。普通に考えて、この世に人ってめちゃくちゃいる中で、その中で私を好きで応援してくれていてっていう確率なんて、確率で考えたらもうどえらいことじゃないですか、多分。すごいことだなって改めて思って、なんかこう手紙とかを読んでて、来年から地元で就職しちゃうので、こういうイベントに来ることができなくなっちゃうと思うんですけど、陰ながら応援してますっていうお手紙を見た時に、なんかすごい、なんて言ったらいいんでしょうか、今を大切にしなきゃなっていうのもすごく思ったし、なんかこう人に会うとか、友達とかでも普通に遊ぼうって約束して会ったりとかしてるわけだけど、なんかいつ会えなくなるかとか分かんないじゃないですか、っていうのをすごい感じたんですよ、その文章を読んだ時に。来年からなかなかお休みとかも取れないと思うし、イベントとかするってなっても都合が合わなくていけない、会えないっていうとか、そんなの当たり前じゃないですか。みんながみんなね、毎日毎日簡単に予定を合わせられるわけでもないし、当たり前じゃないことが本当に当たり前じゃないことだなっていうのがすごく感じて、それでもちょっとこう感慨深くて、大切な時間というか、もしかしたら来年からあんまり会えなくなっちゃうかもしれないからって言って会いに来てくれたのかなとかを考えると、すごい嬉しいなと思って、みんなのなんかその大切な時間の中に私のポップアップに行こうって思ってくれたっていうことというか、なんて言ったら難しいんですけど、すごい嬉しいと思って、それをなんかとっても感じましたね。生活してると、本当に究極で言うと、人生の一瞬、今の1秒とかも自分で選択ができるわけだけど、人生の中の1秒って考えるとめちゃくちゃちっちゃいというか、ことだなって思うんですけど、何もない一日、何もない一秒とかっていうのもすごい貴重な時間だなってめちゃくちゃ思いました。まあでもだからといって、その一秒一秒をすごい大切に、絶対後悔のないように生きろって言われたら難しいけど、でもなんか常に当たり前のことが当たり前じゃないんだよっていうのは心に留めておきたいなっていうか、なんかなんていうの、うまく伝えられてるかわかんないんですけど、もう本当人生って一回きりしかないから、同じ人生って二度と歩めないじゃないですか。だから本当になんかその一日を大切にしないとなっていうのも思ったし、その瞬間を大切にしないとなとも思ったし、そのお手紙を読んですごくそれを感じましたね、改めて。あのアバウトタイムっていう映画があるんですけど、海外の、私ネットフリで見たんですけど、それもねすごくそういう感情を抱かせてくれる素敵な映画で、それは逆に過去に戻れるっていう映画なんですよ。過去に戻って、なんかこう失敗してきたことを、じゃあ次こそは成功させるって言って、何回かこう過去に戻ってみたいな映画なんですけど、でもそれも最終的にはやっぱりそうじゃなくって、今を大切に生きようねっていうメッセージをすごく私は感じて、それもねめちゃくちゃいい映画だったので、ぜひ見てみてほしい。ちょっとなんかポップアップの話から急に深い話になっちゃったけど、だからポップアップもね、そう、みんながわざわざ時間を作って来てくれて、洋服どれにしようかなとか悩んでくれたりとか、お話ししたりとかしてると、なんかすごいもうなんていうの、言葉で表せれない感情ですね。関わってくれてる全ての方に感謝だし、でも感謝っていう言葉でまとめていいかもわかんないぐらい、表せる言葉がないんですよ。表せる言葉がないんですけど、普通じゃできない経験をしてるなっていう、ここまでやってこれたのもみんなのおかげだし、確実に常に初心の心というか、感謝の心を持って、当たり前じゃないんだっていうことを忘れないでいきたいなっていうのはすごく思いました。一日だけでも、初日だけでも、でもちろんそういう気持ちではいましたけど、できるのが当たり前じゃないし、こうやって協力してくれる方がいるとか、応援してくれてる方がいるっていうのは当たり前じゃないっていうのは分かっているけど、改めてそれを
をすごく実感しました昨日。ありがとうございます本当に。いやそうだ、話はめちゃくちゃ変わっちゃうんですけど、前に私インスタのストーリーズで私がねもう劇的に愛用しているモアリップっていうリップクリームがあるんですけど、それがねなんと生産終了になったんです。もう私えっと思って DM 送ってくれた方がいて、それで知ったんですけど、まさかと思って見てみたら本当に生産終了しちゃってて、なんか多分その中に入ってる成分がちょっとあれだったのかな、規定の量が今までは大丈夫だったけど変わって、それがちょっと引っかかっちゃったかなんかで生産終了になっちゃいまして、でも私の唇はそのモアリップで形成されていたので本当にモアリップ一筋っていうぐらいめちゃくちゃリピ買いもしたし、ずっと愛用してたんですけど、それがなくなるっていうことでどうしようと思って、私の唇何で保湿すればいいのと思ってみんなに聞いたんですよ。その時に本当にたくさんの方がこのリップおすすめですよって教えてくれて、その中でもちょっと気になったやつをね買ってみたんですけど、それがめちゃくちゃ良くて2種類あるんですけど、ウェブロンのキスシュガースクラブっていうスティックタイプのやつ、これスティックの中にスクラブが入っててちょっと塗るとザラザラするんですけど、洗い流さなくて大丈夫なやつで、まあ、そのまま馴染ませるみたいな感じなんですけど、これ結構ねよかった、つるんとなるっていうかスクラブだから、おすすめしてくれた方もこれで唇荒れ知らずになりましたみたいなっていう方もいたし、結構良かったです。私も好きなリップでした。でもう一個がこのラネージュっていうところのリップスリーピングマスクやつなんですけど、これもすごいいいです。こんな感じで、ね、使用感あるんですけどこんな感じになってて、これはまあ取って唇に塗布するやつなんですけど、これはもうマジでプルプルになります。塗った瞬間にもうプルンってなるって感じ。これも良かった。でもこれは名前にもある通り私は寝る前とかによく使ってるかな、なんか言ったらフェイスマスクみたいな感じかも。日中使うっていうよりは夜にもうしっかりと保湿したいっていう時に使うイメージ。私は割と使い分けたりしてる。まあでもこれはメイク前に塗ったりもします。ちゃんと保湿してリップ塗る前に一回ティッシュオフして塗るみたいな感じでも使う。だからそうモアリップね同じく使ってましたっていう方もいたので見てみてください、困ってる方は。よし、じゃあメイクこんな感じで完成しました。今日はちょっとブラックシャドウとかも使って濃いめな感じでございます。あ、で待って待って、違う違う、アイドルってね K-POP のグループだからちょっとメイクも今日は K-POP 風にしようと思ってたから、涙袋にラメを塗っちゃおうと思います。これすっごいキラキラになるやつ、わかるかな、これを今日は塗ろうと思ってたんだ。ちょっと意識しちゃって、でもやっぱ涙袋って塗りすぎたかな、待って大丈夫かなこれやばいかも。私涙袋とか最近ちょっとやるようになったけど、わかんないんだよな今時の涙袋メイクが。ちょっとやりすぎたこれ大丈夫かなキラキラになっちゃったかも、誰か教えてください。はい、ということでじゃあメイクこんな感じで完成したので髪の毛をやっていきたいと思います。よいしょ、今濡らしてきました髪の毛を。髪の毛短くしてから前髪切ってから、まあ、前髪はねメイクしてる時に上げちゃうからどっちみち濡らしてやるんですけど、後ろの髪の毛がやっぱり寝癖がつきやすいので短いとちょっとうねりやすいっていうか、この後ろの部分が。だからもう私は霧吹きで水バーってやって一回乾かします。と乾かしちゃいますね。熱いドライヤー、よし乾いた。よし、じゃあ前髪だけ先にアイロンしちゃいます。前髪は私は3分割してやってる。まず真ん中をちょっと本当にちょっとキュッとやるだけ、もう本当にこんだけ。あんまりくるんってやりすぎちゃうと可愛い感じになっちゃうと思うので、それは結構気をつけてるかな。で、そうだ、アイロンね、私ずっとピンクやつ使ってたと思うんですけど変えちゃいました、最近リファに。リファはなんか美容室とかでも結構使ってて、私コテもリファ持ってるんですけど痛みにくいらしいのでリファにしました前のやつがね、なんか接触が悪くなっちゃってうまく使えなくて何回もやってるうちに切れちゃうみたいな、そろそろ替え時だと思って。でも私あれ何年使ってたんだろう、めっちゃ使ってた。でもついにお別れしました。なんか前髪いい感じかもしれない後ろはね、今日私はまとめてお団子にしたくて、本当はねなんかちょっとこう毛先ツンツンするような感じのお団子にしたいんですけど、できるのかなこの長さって。とりあえず作ってみよう。ワックスつけようかな、ピタってやるピタってやってみる。ワックスつけてみます。
tomboy。 嬉しい、トンボイが生で聴けるよね、絶対嬉しい。できるかな、一回しまってみて。ちょっとワックスつけるの忘れてた。何のために持ってきたん、いやーって。ワックスつけて、ちょっとこう後ろに行ってねっていうつけ方をする。後ろに行ってね。短いとやっぱりヘアアレンジが大変。私長くてもそんなヘアアレンジしなかったんですけど、でもなんか短くすると、あれちょっとヘアアレンジしたいかもって思うようになってくるんですよね。これが謎、なんでできないとやりたくなっちゃうみたいな、ありません、そういうなんか人間ちぐはぐみたいな。縛りました。これをお団子にしたい。ピン止めていけばいいか。なんか今ピンで適当にゴム隠しながらみたいな、理想とは絶対違う気がするんだよな。わっ、着替えてからやるべきだったかも。え、大丈夫これ。なんか違った。どうしよう、ヘアクリップでまとめちゃおうかな。なんかあげたい感はあるんですよね今日。まあ、服後で着替えるんですけど、あげたい感あるんで、とりあえずチリゴムで一つにまとめてからヘアクリップでまとめる。そうしようかな。これをただクリップでギュッギュッ、いいよ。これでいくか。よし、オッケー。よし、じゃあ着替えてきます。はい、ちょっと今着替えたんですけど、メイクちょっと変えようと思って、目頭のラメのところもうちょっとキラキラなものに変えようと思う。ちょっと目が暗く見えちゃう気がするので、いつものズーシーのやつ。私はね、チップでつけるのが一番つけやすかった。ピンポイントについてくれるからつけやすい。よし、こんな感じで OK。 じゃあコーディネート紹介します。ということで本日のコーディネートこんな感じです。じゃじゃーん。今日はちょっと赤をポイントにしております。このソップスは H&M のやつなんですけど、鍵編みになっていまして、すごく可愛いんですよね。でこれ結構ゆったりしているので、中に見えてもいいブラを重ねました。これがバッドブラッドっていうところのやつです。こういったワッペみたいなのとかがついてて可愛いやつ。スカートがアクレントのスカートです。スリットが入ってて可愛いんですよね。長めだけど重すぎないのでとても可愛いです。でバッグはこれはフェンディのヴィンテージのバッグです。縦長なんですけど、取っ手のボルドーな感じとか、バッグのブラウンはこのシューズと合わせてるんですけど、これがちょうどいいかなと思ってこちらにしました。でシューズはこれ最近ゲットしたお気に入りのシューズ、イエローのシューズでございます。めっちゃ可愛い、マウンテンブーツ的な感じかな。すごい色味が秋っぽくて、この紐も赤で可愛いんですよね。本日のコーディネートはこんな感じです。はい、ということでこんな感じで準備完了したので行ってきたいと思います。やった、めちゃめちゃ楽しみ。久しぶりのライブですごく楽しみでございます。しかも初めてのアーティストさんなので、どんな感じなんだろうと。しかも私 K-POP のライブって今まで行ったことない。なんか A ネーションとかでブラックピンクとか見たことあるんですけど、ないので K-POP のライブ行くことがすごく新鮮で楽しみです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。